坂出駅周辺の再整備が行われようとしている坂出市です。その駅近くにある甲府園も歩道と隔てているフェンスを取り除き、生垣も低くするなど市民にもっと親しまれる公園にしようと計画中です。その甲府園で毎年歓月会が催されています。去年は香川県がまん延防止等重点措置に指定されたため、やむなく第21回の甲府園歓月会は中止となりましたが、9月8日、2年ぶり22回目の歓月会が始まりました。甲府園入り口で来場者は職員によって検温を行ったり、手指消毒をしたりと感染対策をしっかりしてから来場しました。池泉回遊式の庭園の池にはライトアップされた自由展が映し出され、いつもと違う光に浮かび上がった風景に来場した皆さんは、秋の風情を感じるようになった月をゆっくりと楽しんでいました。このイベントは坂出駅周辺整備主要プロジェクトの一つとして、2001年4月に甲府園が再整備された年に始まったものです。1908年、鎌田勝太郎氏が別邸の水晶閣とともに指定の庭として3年をかけて築園しました。その庭園を坂出市が再整備して、市民の憩いの場として広く親しんでほしいと庭をライトアップし、歓月会を中秋の名月に合わせ毎年続けています。宮坂様、どうもありがとうございました。会場の皆様、今一度宮坂様に盛大な拍手をお願いいたします。これからですね、草の会との演奏会ということで今準備をしておりますが、この前にね並んでいる黒いのがこれ草の会と寒寒石というものでございます。芝生席に用意された座席がいっぱいになるほどに集まった皆さんの前で、この日演奏を披露したのはサヌカイト楽器奏者の林千景さんです。林さんが演奏する楽器は地元金山で採れたサヌカイトで作られています。世界的にも珍しい石サヌカイトの透明感があり、悠久な歴史も感じさせる音色に来場したおよそ300人の皆さんは魅了されていました。この夜は曇り空となり、残念ながら月が顔を出すことはありませんでしたが、ライトアップされた庭園と歴史を感じさせる水晶閣の建物、そして佐藤雄二さんが作ったオブジェも光で浮かび上がり、会場は幻想的な雰囲気を醸し出していました。第22回甲府園歓月会は中秋の名月の9月10日を挟み、9月12日まで5日間にわたって行われます。時間は午後7時から午後8時。演奏ジャンルも邦楽、ジャズ、クラシックと多彩です。美しい月をめでながら素敵な生演奏を満喫してみてはいかがでしょうか。